なるお。はい、なるおです。今日はあの三浦さんと県民の皆さんのこれでも、はい、来ました。あの浜市側なんです。はい、あのいつもね、あの自衛隊あるお曲がり側の方でやってるんですけど、ちょっとこっち今日初めてなんで、はい、あの三浦さんの方にちょっとガイドしてもらって来てみました。とりあえず今日はあの二人だけでやばいっすね。今下に降りてきてやっと今活動続けましたけど、とりあえず誰もいないんでね、加工側の方からちょっと行ってみようかということなんで、はい、今日はちょっと二人で、あとは桜井さんもそうですね、はい、交流するそうなんで、はい、今日三人でやってきます。お願いします。じゃあお願いします。はい、ちょっと河口の方来てみました。結構こっちは波高くて、あの入れなさそうですね。こっから投げるような感じなのかな、そしてこれ、いやこれの対岸がこの間佐藤さんと2人でやったとこですね、これ。こういう感じだったのかな。昔の雰囲気が変わってんな。昔もっとこう出てて、あれですよね、地引き網とかやってた感じですよね。こんな感じだったの今。なんか震災前のあれしかねえからな、あれが。あ、これ潮引きはこのテトラの前入れるところなんですね。はい。あ、ここがあれなんですね、サーファーが。あの、ちょっと岩の近くまで行けんで、サーファーの近くですね。いや、こっちの方は初めてだからね。どれどうなのか。あー、やっぱやばい、糸吹きがやばい。もう糸吹きが思いっきりあの左に持ってかれるわ、これ。多分これ普通のサーフだったらあの追い風になるんですけど、河口の方だと若干斜めになるんで、思いっきりあの左にね、あの持ってかれますね。いやこれ風がひでえな。なんかそこにテトラがあるんで、ちょっとなんかワンチャン根掛かりも危なさそうだけどね。やっぱ根掛かりがありそうなところでね、やるからこそ魚も居つくのかなみたいな。はい、いや本当に今日ほげたら11連敗だぞ。でも今日は多分釣れないんじゃない、これ。風がやばい。ちょっとこれやばいな。風切り音がすごそうだもん。やべえ、もうすげえ流れる糸が、もうこれやばいな。いや風がやばい、風が。これちょっと向き変えた方がいいな。今で風速8メートルくらいなんですよね、これ。これやばいぞ、これ。なんだ重い。まだ海藻か。
やべえ、もう風がすごくてもう釣りならんこれ。じゃあちょっと向き変えよう。ちょっとこの向きだったら、ああ追い風だね。いやー、これでも若干あれだな。左に持ってかれるな。おー、これどうなんだろうね。もう風がすごいよね、波ほらもう。波しぶきみたいなのがもうほらもう、風でもう。この日だってのはもう、いや、風がやべえ、風が。いや、これ。わ、台風の影響だけど、あんなこれ重く感じない。なんかこう、ねえのかな、これ。これは、きついぞ。もう、激に盛りだよね。もう、あれだよ、これ、道の工夫に言うとキャラメルマキアートだよこれ本当に。いやこれ、まあ、プラグなんか投げられないですねこれ。やーべー、釣りするあれじゃないよこれ。よく本当にこんなところで釣りするわ俺らも本当に。もうゴミ取れない、もういいや、もうそのまま行こう。はい、もう投げで吹っ飛ばしますゴミを。もう風が強すぎるでしょう。いや本当にちょっと。もうやってみた感想。風が強くて釣りにならん。いやー、波はそこまでね高くはないんで、うん、風一応この後だんだん4メーター5メーターとかって形で、うん、収まってくるみたいなんですけどね。ね、まだ追い風なんでね、釣りはできる状況ですね。これが向かい風だったらはっきり言ってもう釣りにならないと思います。はい、いやこれ本当に大変だな。そこあれせんのかなこれ。なんか元々の感覚がいまいち取れねえな。もうこれ激にごり、こっちだったら絶対口使わないような。まあ波がやばい。よし、いやどうなんだろうな。水温で今日9度くらいしてたかな三浦さんが、うん、三浦さんもねもう今年もヒラメ上げてるんでね。はい、とりあえず釣れた時は水温12度くらいあったっつってたんだね。いや本当に風やばい、やばい、風がこれやばいな。でもこうやって鳥飛んでるから魚とかいいのかねこれね。ねえ、結構鳥映ってるかな。あ、鳥はいるんですよ、うん、鳥がいるってことはなんか魚がいるのかなってふうにちょっと思ったんですけど、うん、いやードラマ生まれっかや。それとも11連敗になっちゃうのか。ねえ、いやこれ本当に厳しい戦いになるぞこれ。ね、ここでちょっとダメだったら本当に前回ねロストしまくったメカルの方に行ってみましょうかっていう話になってるんでね。うん、風裏なんであっちの方だとね、うん、風の影響が、うん、ない時は何だろう、その風の影響を受けないで釣りするんだったらメカルとか、うん、あっちの方が多分いいと思うんですけど、ただあそこはもう本当にもう根がかりがすごいんで、はい。ね、もうジングプラとかしか投げらんねえよあそこは。あそこでヘンチマンはね、多分あと1ヶ月もすれば多分だんだんもう
あれですよ、まだバディワークスのね、あのルアーは売り切れになるんですよ。はい、いや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 、今のうちね、買い揃えてた方がいいな、あのレアものは。この人そんなにルアー買う人もないけどね。俺がなくしたカットビボーだけはあのカラーちょっと欲しいな。結局日本海ではね使わなかったけど。いやーこれちょっときついな、今ヘンチマンの40に投げてるけど。いやーこれなんだろう、 TG ベッドの60とかでズル引きとかそういう感じ、ワンチャンすれがかり。いや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 、いやーこれもう本当にあれだな、もう 40g 系しか投げらんねえな、ジグ30とかだとちょっと軽すぎるもんなこれな。本当になんかもう10連敗してるじゃないですか、サーフ釣り。もう毎回毎回喋ることが同じになってきてるなってさっき自分で感じ始めてるんですよ。それだとね、もういい加減視聴者の人も飽き飽きしてるんじゃないかなと、はい、最近自分も編集して思っております。そこで私考えました、あのですね、ちょっとゲストを呼んでみようかなということで、はいね、ミッキーマウスを、はい、呼んでみたいと思います。いやーみんなはよう、僕ミッキー、あはっ。声真似です今の。俺が唯一得意とするあの声真似なんですよ。ね、いや今度一日ミッキーの声で声真似しながら釣りしたらどうなるのかってやってみようかなと思ってね、ちょっと試しにね、どんなものなのか、はい、やってみようと思うんですけど。ね、ミッキーマウスで釣りやってたら面白いのかな、どうなんだろう、ちょっとやってみましょうかね。はい、僕ミッキー、今サーフ釣りっていうのをやってるんだけど、なかなか風が強くて大変だね。いや、なんかゴミが釣れたよ、なんなんで、わあ水が来た、ちょっと大変だねこの声ね、喉が痛くなるよ。ゴミが全部取れなかった、とりあえず今から投げてみるよ。おりどこに行ったのかがわからない、わかんないよドナルド。ドナルドは無理だ、喉痛くなる。はい、ということでね、ちょっとミッキーマウスの声真似をしながら、はい、やってみましたけどね。いやミッキーの声疲れるな、喉がやばい、喉がとにかく、はいね。三浦さんは黙々投げてますけど、まさか俺がこんなところでミッキーマウスのモノマネしながら釣りしてるなんて思ってもないでしょうね。はい、ということで、唯一声真似ができるのがミッキーマウスなんですよ。はい、あの声真似何できるかな、ジャイアンとかできるかな。おい伸びた、全然似てねえわ。はい、ということでね、自分で唯一似てんのがあれなんですよ、ミッキーマウスなんですよね。あとできない本当にねえ、だから霜降り明星さんとか見たくね、いろいろ声真似できれば面白いんでしょうけどね。いやどうなんだ、このミッキーマウスの声真似で釣りするのが好評だったら今後取り入れていきます。まあ、編集やってなんか面白そうだったらあれだけど、編集してクソつまんなかったらこの部分カットだのこれも。ていうか風がやばい、風がやばいよ、うわぁ左に流れてきた、波がすごい。もうダメだ、もう事故に戻ってる、もういやいやこれきついなぁこれ。いや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 、これちょっと無理だぞこれ、左にこれ、そして
フの方が多分あれじゃないのかな。いやいや、これ一応台風来てるんですよね今。今どこ、フィリピン、沖縄、まだフィリピンあたりなのかなこれ。なんか台風の影響でも一応週末はなんかね高気圧で落ちてたんで。いや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 、これねえやばいな、風が常にならんこれもういやいやいやダメだ、ちょっと一旦皆さんのとこ行こう風やばくないっすかあ、でも三浦さんの角度から投げるとまだ追い風になるっすね。俺らが丸っきりもう斜めになってっから丸っきり流されたんですよもう。あ、でもこっち側でも若干こう左に流される感じなんですね。いや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 、意外とゴミを、あ、そこあれしてるんですかねこれ。ゴミがすげえわ。わかんないです、わかんないです。だってそこ取ってる感覚が伝わってこないですもん、だって。あ、潮引いてくるとだんだんああいう風になってくるんですね。ああ、はい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 。今の状況でメカ類ってると足の踏み場ないですよね、多分。いや、だから今日潮なんで。あ、そこまであれですか。ああ、はい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 。いやー。波ないところに行って。ちょっと波、あれですよね、サーフの方多分やりやすいかもですね。こっちきついですよね。ちょっとあっち行ってみますじゃあ。ね、ちょっとこれ雨何やってるか分かんねえよもう。はい、今サーフ来てみました。波が全然もう全然違う、こっち、あ、全然違うね。こっちそこまで風の影響もないっすね。だからなんでこんな、そんな違う山一つそこいだだけで。あ、これならやれるっすね。どうれ、俺はちょっと願う。ああ、わかりました。じゃあこの辺でやってみましょうかじゃあ。ああ、でも風もあってもまだあれだね。もうちょっとそっち側に行くとね、なんか根があるみたいなんでね。ただ根があるからそこでも釣れるけど根がかりするっていうことで、はい。わー、風切りも気になるな。でもな、こんだけ風多いの、まあ、とりあえずやってみましょう。はい、サーフの方でね、はい、今度やります。追い風だから飛ぶねー。お、本当の丸っきり追い風なんで、さっきはね左流れたりとかって形だったんですけど、本当に今回もう南向きなんで、あれですもう。これだったらもうプラングもいけるね。さあ場所を変えてきて、はい、本当のサーフね、激濁りですよ、激濁り。はい、もうキャラメル巻き跡ですね本当に道の工夫に誘導いや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 、波はそこまで高くないんだけどね。まあこの激濁りでどうなの。うわ、波、やべやべ、これ下がろう。なんか高いな、やっぱ波がちょこちょこっと一発一発がでかいような感じするなんかでもなんだろう、やってみた感じ大曲がりより遠浅じゃないのかな。どうなんだろう、大曲がりの方が遠浅な感じするような感じするけどな。でも鳥がいるからな今日、なんかちょっと頑張れば釣れんじゃねえかっていうのは、あれはありますけどね。潮的にね、今は多分そろそろ潮止まり終わって潮が下がり始めるかなって感じ。今日一応保証で
今が満潮なんで、どこまで、まあ、潮が下がるか、うん、まあ、今日はね、この詐欺潮を狙いに来たんでね、うん、はい、詐欺潮を狙いに来たんでね、なんてね、かっこいいこと言ってますけど、ちょっと前まではね、もう潮なんか関係ねえ、俺は時間で動いてんだろってやってましたけど、うん、いやスマホにしてからほら、タイドグラフをね、見れるようになったんで、ガラケーの時なんか、その潮見るなんか関係ないですからね、うん、やはり情報って大事ですよ。うん、いや朝コッパイが来てやってもいいですけど、バカの人ぞ覚えみたく、うん、ね、早く来たからって釣れるわけでもないですからね、うん、いや風もあれだったんで、逆にほら朝こ早い時だと風強いんですよ結構、うん、だからちょっと風を少し落ち着きながら、まあ潮止まりからのスタートで、まあ、ちょっと詐欺師を狙うような今日は立ち回り方を選んでみましたけど、あでもさっきの加工側よりは何だろう、何やってるかがまだ分かるな、あっちはもう何やってるかが分かんない、もうやってみたけど、うん、本当にあの背中に風受けてる感じで、本当の追い風状態、うん、どうなんだろう、サスケレッパとか投げても飛距離が出そうな感じだねこれね。ただこの波高いところでサスケレッパとか使ってもって感じだけど、結構なんかサーファーが喜びそうな波だよねこれね、うん、なんか大曲がりより、うん、こっちの方が多分波高いな、絶対追い風なんで沖のブレイクまでは届いてますけど、いやーここまでちょっと波高くて激に盛りだぞ。うん、こっちはもうすれがかりじゃないとあれだろうね、もう波がもう抹茶色だもんね、もうまあキャラメルマキアートっていうより、これもう本当にまた微糖だよ、微糖本当に、いやーこれ桜井さん来る頃に多分メカルに移動してんじゃねえかこれ。いやでもまだなね、追い風なんで釣りはできてるから、うん、ただ濁りがすごい、うん、これは俺が見ても分からん、濁りがすごいっすね。いやー黒ないとこだったらこの濁りいいかもしれないけど、うん、クラフトフィッシュ向きのあれではないよね海の状況は。まあこの状況でね、釣れないってわけでもないと思うんでね、ヒラメなんでワンちゃん食ってくればいいけど、どうだろうね、ここまで濁ってんだったらちょっと種目のカラーでやってみるのもありなのかね、まあ、そう思って今メロン使ってますけど、うん、いやー風すごいだけどちょっと、やべえ、そういえば今日朝まずめサングラス持ってくるの忘れたな。でも今日曇りだからまだあれかな、普通に目開けられるな。もう日本海の時は本当に夕方が朝まずめみたいな感じでしたからね、本当に夕方に本当に目開けられなくなると思わなかったあれ。ね、本当にギャグなんですもんね日本海って、朝まずめがそこまで明るくならないで夕方がすごい眩しいっていうような感じですからね、なんか昼夜逆転するような感じですよねだから。本当に、いやーでも日本海もなーね、前回がねほらメジナ結構爆釣したんで今回もそれ期待したんですけど、なんで1月にメジナ釣れて4月にメジナ釣れねえみたいな、もうちょっとね、まあ坊主ではなかったんでね、うん、まあユタさんがね41センチ釣ってくれたんで、まあ、取れ高的にはね、あ助かりましたけど、まあでも新潟のねあのフヤサーフってところに行った時は、まあ山形のねあの太田さん、山田さん、はい、まあ花頭あの方々の仲間みたいなのをなんか釣ってもらいましたけど、うん、ね、
いやー、でもあそこは深かったな。こっちと全然違かった。釣れなくてもなんだろう、初めてやるとこだからいろいろなんか新鮮でしたけどね、あの日本海は。やっぱり、6月なんだろうね、やっぱり何でもそうでしょうけど、ねえ、まあ、6月になれば多分あれでしょうね、多くなるでしょうね。今でさけ結構やっぱサークルの動画再生回数高いからみんな気にはなってるんでしょうね。いやー、ぼちぼちは釣れ始まってるからな。ねえ、カメラ回せない時に皆さん釣れましたって写メ送ってくるんでね。ね、カメラ回すと釣れなくなったんですよ。カメラ回しても平気で釣るのはあの日野くんの高橋くんだけですよ。だから彼らは最強の勝者という称号を持ってるわけなんで。いや、しかしこれ波高くなってきた、これザッパーンって。これいやー、これもうすごいな。長靴スタイルではちょっとさすがに無理だね。もういや、というかもうサーフはもう長靴スタイルやめますよ。もうガチで釣りに行くんで、もうウェーダーですけど、よーしゃ。いやー、でも今投げてますけど、最近なんか俺も AGS が欲しくなってきたんですよね。いや、あの日本海でユータさんの AGS MLM か、あれ、50g までのタイプなんですけど、振り抜け方が全然違う。俺のはほら、MMH なんですけど、1010の、いや、あの2つ並べた時長さ本当にもう1センチ2センチしか変わんないですよ。だから長さ的にはそんな109と1010はそんなに、変わりはなかったんで、あの振り抜け方はやばかった。鬼みたく飛んだっすよ、だって。あれはねすげえいいなと思った。逆にほら、同じ1010の MMH の AGS だとどんな感じなのかなっていう興味も出てきましたよね。2ピースと4ピースの違いで、ただほら MLM みたいな、なんだろう、振り抜け感がその MMH にあるのかなというのはちょっとね、実際に投げてみないと分かんないんで、そんな変わりがないんだったらこのままでいいんですよね。ただエアードがほら AGS と比べてノーマルなんで、ちょっと多少は重み、まあ、固めになってるんですよね、だからどっちかっていうと。いや、でもあの AGS はちょっと欲しいな。今年はちょっとあれだろうな、いろいろとね、ちょっとお金をねちょっと今使いすぎちゃってる部分があるんで、俺の中で、今年はちょっとあれだろうな、高額購入はちょっと控えめにしとかないと。今年はね、物を買うよりいろんなところにね行くのにお金を使いたいと思ってるんでね。鹿島灘、遠州灘は、鹿島灘くらいは攻めていきたいなと思ってますね。ただね、私会社日曜日休みをちょっと取りすぎたみたいで、私土日の休みが取れなくなったんですよ。基本俺って月曜日、木曜日、金曜日がちょっと仕事休みになること多くて、火水土日ってちょっとあんまりその変わりきかない仕事やってるもんですから、どうしてもその、自分がその日はちょっとメインでちょっと出るようになってる曜日なんですよ。なんでね、極力は俺も気使ってね、火水土日は休み入れないようにしてるんですけどね、どうせほら日曜日休みの人がいるじゃないですか。やっぱそれに合わせて、やっぱ月に1回だけちょっとわがままずっと聞いててもらったんですけどね、最近日本海行くのに3連休取ったりとかね、
ちょっといろいろ休みを取りすぎたら、ちょっと土日休みってやっぱり欲しいかって感じで上司に言われちゃいまして、でちょっとさすがにね、もう申し訳ないと思ったんで、あの今回だけですいません、あとは大丈夫ですというふうにちょっと言っちゃったんで、あのしばらくあのはい土日の休みはちょっとはい難しそうですね。はい、なんで、はい、日曜日休みの方、私は多分あの仕事終わりの夕まずめしか行けません。はい、基本平日になりますね。はい、だから平日でね、時間作れる方はコラボ多くなってくるんじゃないですか。うん、皆さんなんかほら自分で会社とかやられてる方なんで、休みどうにもできるって言ってたんで、なんか今日もね、月曜日なんですけど、今日時間作ってもらって、はい、ね、こうやってご一緒してるわけですけど、だから日曜日休みの方はね、どうしても俺でやりたいときはもう夕方ですもん。はい、で今からのシーズン夕方からでも全然行きますからね。うん、多分6月7月ならばだって夜の7時くらいまで明るいですから、うん、だって俺去年だって県南サウナで夜の8時までやってましたからね。うん、そう、いやー、でも土日ね、6月これ同級生のヨッツさんに飛島誘われてたんですよ俺。うん、多分飛島行けねえぞ俺、もうなんか2泊3日で行くってたけど、多分3連休がもう取れなくなりました。はい、ヨッちゃん見てたらすいません、あの飛島私無理です、多分休み取れなくなりました。本当に楽しみにしてたんだけどな、ね、ちょっとね、小田って休みを取りすぎましたね。はい、まあいろいろね、わがまま聞いてもらってるんでね、どうし困ってたらその辺はこっちもね、あれしないとお互いですからね。はい、まあ、俺もねほら釣りやってるっての分かってるんで、まあ何も言わないでね、やってきてもらってるんで、その辺もちょっと、はい、こちらも考慮しながら、はい、やっていきましょう、ね、仕事あっての、まあ、YouTube ですから。はい、まだ場所とか、あーそっちですか。はい、おーだん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 こっちに寄ってたってことですよ、これ。あーここら辺が、あーあっちならほとんど見えないんですもんね。あ、本当に、あの辺ちょうど波あんま立たないとこ。そう、ああ、はい、結構広い感じで入ってるんですかね。広いです。なるほど、少し階段越えた方がいいですね。ああ、行ってそっち側に、あ、なるほど。はい、とりあえずね、ちょっと根をかわしてきました。なんかその出てるさらしのね、あの辺あたり、うん、この辺かな、うん、なんかその辺あたりに根があるらしいっす。うん、よし、とりあえずやってみましょう。お、なんか沖の方なんか潮目みたいな、なんか泡目ができてるな。これは期待できるわな。では早速やりましょう。はい、もうヘンチマンですね、もう。いやー、これルアーチェンジなんかできねえぞこれ。つか風向きが少し若干こう斜めになってきてるな。うん、若干左に流されそうな感じ。でも目の前なんだろう、あの泡目でってなんか潮目ができてるから悪くはないと思うんだけどね。うん、うわ、なんかすげえ波がすげえことになってるな、航空これ。やべ、なんかすげえこれ、もうサーファーが喜びそうな波の立て方じゃないこれ。ずいぶん左に持ってかれるのかな、こっち来たっけ。えらい左に行ってんな、こんなに左に行く。やべ、ほぼ三浦さんの真正面あたりに投げてたような感じだこれ。少し右側に投げましょうこれ。
ああ風でやっぱり、左に流れるからちょっとこっちに投げてこうちょうど真っ正面に持ってくるような感じでちょうどいいかもしれないね。暑いぞこれは。でもあこの辺だとちょうどなんだ離岸流じゃねえか潮目か、ワンチャン、この辺はちょうどいい、ポイントかもしれないね。どうしよう何投げようかね。あ追い風だからな、多少飛距離が落ちるものでもまあね、どうしようかね。オフベイトにしようかジグパラにしようか何がな、スピンビームでも投げてみるかなこれな。はいスピンビームに変えてみたよ。それではね今から投げてみるよ。それミッキーの声までやりながらやると力が入らないよ。大変だねもうダメだ声が出ねえあのミッキーの声までやって力を入れようとするとダメですよ。ファンも力抜いた状態でのこうミッキーの声出してるんでねえキャストするときにそれへーなんてんな、ね、あのふざけた息の吐き方すると力なんか入るわけないじゃないですかね。はいとりあえずあの食べることもなくなったんでちょっとミッキーの声までやってみましたけどどうなんだろう。あの今回のねあの低評価のつき方であのこれをやるかやめるかはちょっと決めたいと思いますあのミッキーの声まで面白い今後もやってほしいって方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。もう低評価多かったらやめますこれはいということでね、はい、スピンビーム、はい、ミッキーの真似で声真似で飛ばしましたけどね。で今回はね普通に鳴尾の、はい、あの状態でとわーやっぱ違うなーねあのそれーなんて言ったってねやったってダメですよ力入るわけがない本当にね。本当にミッキーの声真似ばっかりやってるってことは過剰人格になりそうだな一人アングラさんとかあれサプライさんかな、まだちょっと挨拶してないけどまあいいやとりあえず行ってみましょう。風が強くなったような気するんだけど気のせいかなこれ。とりあえずもう濁りがすごいね。もうもはやコーヒーだよ本当に。これもう微糖だよねこの色は。もう向かい風じゃないからいいけどさ追い風でこんだけ波高いんだもんな。でもあの風で波がねほら消されてもっと低くなるのかなと思っても結構高く来るからあれだろうね。これが多分向かい風だったらもっと波高いんじゃないのこれもしかすると。いや厳しい戦いだぞこれは。いやーこれはちょっと風がなんか強い。絶対風強くなったな。落ち着くはずだったんだけど。垂れるなこれな。この向きだと多分あれ三浦さんの方に行ってるぞ。結構やばいな。ちょっとねあのお祭りになる前にちょっと早めに解消しますこれは。いやーずいぶん左に流されるようになってるな。いやー風強くてこんだけ流されるとか厄介だな。まだ多分なんだろう今ウェディングしてあの思ってるのが意外と寒いぞみたいな感じなんで、ちょっとあれだね、やっぱ水温多分冷たいだろうね。まして雨降ってるから昨日で多分水温下がってると思うし、すが流される左に。いやーこれすごいな。これもう左に流される。もう
に流されるっすね。うん、あーさ、やっぱり桜井さん。ああだからしれっと入っていってから違う人なのかな。でも桜井さんっぽいよなとは思ってたんですけど、まあ後で行きましょう。ああなんだよ、もう濁りすごいから。メカルも同じような感じですかね、濁りは。せめて風と波ないところに行ってもいいですよ。うん、ちょっと行ってみて、ダメならメカル行った方がいいかもしれない。ああ、はい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 。いやー、まあ、どうしても街は避けられないと思うんですけど、実際には波がない分。追い風の割に波高いっすよね。これ向かい風だったらもっとってことですよね。いや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 。おはようございます。来てわずか数頭で場所を取ってのもちょっと。いや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 。だって最初格好でやった時もっとやばかったですよね。もうやばいやばい、もう糸吹きやばかったっすもん、本当に。どのくらいするかあれですか、ウェッジのは、はい、マットピンク探してるって言いませんでした。ウェッジのマットピンク、はい、ウェッジの俺あの木にぶら下げたのはデイクラスターですね。あ、デイクラスター、あれマットピンク前なんか嫁に買ってもらったとかなんだか。あ、グアドっすか。あ、グアドっすか、はい。ウェッジのマットピンクはヘッドが3系なんですよ、はい。あ、マジですか。ウェッジのマットピンクは140持ってるんですよ、俺。あ、140で持ってるんですか。はい、グアードになってるんですよ。マットイエローだったら、はい、売ってるんですけど、まあ俺がこっち56cm 上げた思い出のルアーなんですよ、はい、あれを鬼嫁にロストしたって未だに言ってませんからね、俺。やっぱり。まあ、とりあえず移動するっすか、じゃあ。いや、行きましょう。あっちっすか、伸びる。はい、伸びる。ということで、じゃあ場所移動ということで後半へ続くですか、じゃあ。後半って早いですけどね。いや、大丈夫大丈夫です。後半へ続く。このノビル海岸に場所移動してきました。はい、ということでね、こっちだと波少ないんですよ。はい、はい、これではこれを投げてみるよ。熊丸って言うんだ。それじゃ、行くよ。これ